これは美味しいね、このソース。甘さはすごい。すごいね。かつてない美味しさのトマトソースでしょ。ね、やっぱ手間かけて美味しいトマトを使ってこういうことだね。こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はフルーツトマトとモッツァレラ、あとバジルのスパゲティです。おー、なるほど、はい、なんか懐かしい。一度これに似た感じのはやったことあります。あの時はね、ミニトマト使ったんですよ。ああ、そうですね。そう、だから今日フルーツトマト使うの初めてかな。なんか形変わってません？これね、ファーストトマトって言うんですよ。あの、実はトマトって今桃太郎トマトって主流じゃないですか。はい。で、それ以前はもうファーストトマトっていうのが主流だったんですよ。で、フルーツトマトって品種じゃないんですよ。フルーツトマトっていうのはもう総称で、もういろんな品種のトマトを糖度を高めたりして出荷するトマトのことをフルーツトマトって言うんで、どんなトマトでも糖度が高くて甘いトマトはフルーツトマト。フルーツトマトは実は今が旬なんです。トマトってイメージ夏じゃないですか。フルーツトマトはこの気温の寒暖差、昼と夜の寒暖差が大きい春が美味しいって言われてます。で、フルーツトマトってあの基本水分与えずに厳しい環境で作るから糖度が上がるんですね。もうブドウも同じ作り方するんですけど、フルーツトマトに関しても同じです。なので今があの実は旬なんですよね。こちらは長崎県産のファーストトマトね、フルーツトマトになります。そして、東京ミッドタウングッドチーズグッドピッツァのモッツァレラノディーニってやつ、これギュッと縛って結び目があるモッツァレラのことをモッツァレラノディーニと言います。で、あとはバジルですよね。カプレーゼの食材をパスタに使おうと。あとはもうニンニク、唐辛子、オリーブオイル、お塩、パスタだけです。ほんとシンプルですね。今日はトマトにこだわってね、甘いソース作ります。はい、それでは調理スタートしていきます。トマトですね、湯むきしましょう。皮がね、口の中に食感として残るので、まあほとんど気にならないですけどね。めちゃくちゃちゃんと手間かけてやると、はい、それで工程をしゃべってます。そうです、あのお店の場合はこうやってますっていうね。沸騰したお湯にもう一瞬であの皮をむけるようなので、もう5秒から10秒ぐらい。はい、じゃあ入れますね。はい、6、7、8、9、10で氷水に冷やしますね。ギュッと締めてあげます。いいですね。いいね、なんか本当に、はい、いいかな。十分冷やしました。ではこれを取り上げて皮を剥いていきましょう。まずヘタをね、取ります。で、皮はこうやってね、こう包丁のお腹を使ってスーッと剥いてあげてください。綺麗に取れますね。はい、この部分がまあ口の中に残っちゃうんで、これを取ってあげるっていう作業ですね、今はね。でも皮は今日は使えません、はい。お花がね、届きましたね。今日はライラックとゼラニウム。ライラック、はい、とゼラニウム、どっちがライラック？花がパーって、あー、紫の方ね。手前、じゃあこっち側のがゼラニウム。ゼラニウム、ゼラニウム、なんかもう薬みたいな名前だな。確かに、うん、じゃあ皮むいたトマトです。こちらをここに半分にしますね。お、綺麗ですね。なかなか見ないの。うん、詰まってますね、やっぱね。もう一仕事しますね。このザルの上で種取り除いていきます。これもちょっと食感残るじゃないですか。これも除くとより滑らかになります。すごい丁寧な仕事ですね。はい、今日はね、あのなのでこれはもう全然マストではないです、はい、お家だともう切ってもらってカットトマトして、でそのままソース作りでいいと思います。OK ですね。これで種をくり抜きました。綺麗にね。で、これもったいないので、潰してちょっとジュース取りましょう。木べらでね、一応潰して、もう余すことなくね、使いましょうね。プロの仕事を使いましょうね。そうそうそう。じゃあいいですか。もう準備が終了したので、あとはトマトをカットしましょう。トマトはこのぐらいかな。にカットして。で、これもソースになるので、後で潰しますけども。はい。一部はちょっと飾り付け用に取っておいてもいいかもしれないですね。原型もうなくなります。煮込んじゃうので原型はなくなっちゃいますね。はい、じゃあボウルに OK。 じゃあここにお塩しときますね、はい、ちょっと下味つけておきましょう。塩かけることによって水分が出る、はい、あ、水分出ます出ます。まさに水分でちょっとあえておきますね、はい、OK です。じゃあ次は、はい、じゃあニンニク潰しておきます。まず下を取って潰して皮を剥きましょう。立派なニンニクですね。本当ですね。はい、青森県のタッコさんのニンニクです。芯があればちょっと取り除いてください。今日はね、潰したこの状態で使えますね。優しいニンニクの香りを使いたいと思います。あ、ニンニク好きな方は刻んだりとかね、スライスしたらよりニンニクの風味は出ます。じゃあバジルを、手でちぎっておきましょうね。
バジルはまだ、はい、うちのは育てないです。そうなんですよ。ここのやつ使いたかったけど、こんだけしかないからさ、わかりますかね。ああ、ね、ちょっと育ててる途中なんで、まだね、使わずに、いつの日かまた新鮮なんで、はい、ですね、行きたいですね。じゃあちぎっときます。バジルはね、あの包丁使わずに手でちぎりましょうね、はいはい、包丁で潰されたり、金気を嫌うので手でちぎりますね、はい、はい。で、飾り用にちょっと取っといてください。これはもう、鍋に入れちゃう、フライパンに入れちゃうものです。はい、では準備完了です。それではパスタ作っていきましょうね。冷たいフライパンにオリーブオイル敷いていきます。最初ニンニクとね、唐辛子でアーリオオリを作りますね。そうですね、はい、潰したニンニク、はい、火にかけます。ここは弱火でじっくりニンニクの旨味と香りを移していきますね。こうやってね、フライパン傾けるとオリーブオイル溜まるんで、ニンニクも火通しやすいです。青池さんも最初の頃喋るの、うん、めちゃくちゃ NG レターしましたね。してました。ガチガチでしたよね。うん、今もしてるけどね。まあ、でも当時と比べればね。でも緊張感でいうと、あの時の方がよほど緊張してたかもしれない。カメラの前で話すことなんてないですね。いくら誰もいないとはいえ。で、安井はちょっと怖いし。しかもなんかテイク10どころかね、もうガンガンやってましたよね。そうそうそう。こっちもテイク10ぐらいで変な空気になるのも悪いから、うん、見てない。気使ってます。申し訳ないな、それは。はい、いいですかね。じゃあニンニク茶色く色づいてきました。このあたりで取り上げますね。で、唐辛子この後入れます。これも軽くですね、もう軽く辛みを出しますね。もうあんまり焦げる前に取り出しましょう。このぐらいでもう色づいてきたので、唐辛子も取り出しちゃいます。じゃあここでようやくトマト投入ですね。火は弱火のままです。はい、じゃあ先ほどのトマトを入れていきます。で、これでちょっと水分を飛ばしていきましょうね。弱火から中火ぐらいで大丈夫です。木べらでちょっとね、潰しながら。イタリアにもあるんですか、そのフルーツトマト。フルーツトマト、イタリアでもサンマルツァーノっていうね、やっぱりあの加熱用の美味しいトマトがやっぱ普通にあるんで、それはもう火入れるとフルーツトマト以上に甘くなるし、まあ我々があのトマト缶で買ってるやつはサンマルツァーノが多いです、うん。もう果肉がね、崩れてペースト、トマトソースになってきました。少し水分飛んだらもう火止めておいて大丈夫です。ではパスタを茹でていきましょう。これ茹でるの、茹で待ちですね、はい。それではパスタ茹でていきます。はい、1人前ですね。 1.9mm、はい、1.9mm で、こちら 1% の塩分濃度ですね、2分ぐらい早く揚げましょう。じゃあパスタが茹だりました。茹で汁を加えますね。少し水分を足します。トマトソースになりました ね。濃いトマトソース。じゃあここにパスタを入れていきますね。これちょっと楽しみですね。贅沢だな。はい、もうじゃあトマトソースあえていきますね。いや、美味しそう。もうすでに美味しそうですね。でもまだね、ちょっとアルデンテなので、この中で火を入れていきます。パスタに旨味を吸わせながら完全に火を入れていきますね。足りない場合は茹で汁、もしくは塩分見ながら水分、お水を加えてください。いや、美味しそうだな。綺麗なトマトソース。ここでバジル入れますね。バジルは直前で大丈夫です。で、ひとあえして、で、最後ね、お塩で少し味をつけましょう。これがまたトマトとぴったり合います。はい、そして最後ね、いいオリーブオイルが入りますからね。はい、じゃあ火を止めましょう。火を止めて、最後もう贅沢ですね。美味しいオリーブオイルで絡めて出来上がりです。はい、これはもう概要欄見ていただければ売っております。うわ、はい、それでは盛り付けましょう。あ、俺大丈夫か、塩した後一回、うまっ。めちゃくちゃうまいよ。ちょっと衝撃のうまさ。ちょっと本当に今食べてほしい。これ冷めるのもったいない。トマトです。まあ、これは飾り用、見た目ですね。美味しいモッツァレラチーズですね。これはあの常温に戻しておいてくださいね。冷たいまま乗せちゃうとモッツァレラチーズの美味しさがね、半減しちゃいますんで、常温に戻すとよりクリーミーで美味しく召し上がっていただけます。で、最後ね、
出来上がりです。やりましょう。はい、どうぞ召し上がってください。塩気だけ、すいません。ねえ、急に戻ってきたずるくない？いやもう確かに、これは美味しいね、このソース。甘さがすごいですね。すごいね、うん、かつてない美味しさのトマトソースでしょ。ね、やっぱ手間かけて美味しいトマトを使って、こういうことだね。なんだろう、本当に甘いじゃない。お砂糖一切使ってないのにその甘さがあるよね、うん、美味しいモッツァレラですね、うん、これ昨日作りたてのモッツァレラ、グッドチーズグッドピッツァさんのね。でもやっぱり引っかかりないですよね。いいね、やっぱり。このちゃんと最初の作業してるから、ね、もう種の引っかかりも皮の引っかかりもないから、スルーっといくもんね、うん、お店の味だね、なんかね、これね。作ってやるよ、ね、今晩。うん、いぶきは俺じゃ見てないから、あとで違ってさ。まあ、できるじゃんね、下作業はね、うん、作って皆さんに振る舞えばいいんじゃない。超簡単だよ。いや、その暇あるんだったら仕事しようと。なるほどね。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。